ございます。時刻は10分ぐらいです。本日はライバルスミュージックビデオ撮影ということで、はい、初の公演撮影、はい、なんか屋外で撮影するの初めてじゃないですか。屋外撮影、ミュージックビデオスタジオとかじゃないところで、そう公共施設っていうのかな。ロケダサいとこ出た。楽しみですよ。今日なんかいろんなの撮るって言ってたんで、まあ、今日一日ちょっと長丁場になると思うんですけど、まあ、天気もまだ大丈夫な感じなので、この間に頑張りたいと思います。頑張ります。イエイ。サッカーゴール前です。次はライバルサッカーアニメのエンディング曲なので、今回はちょっとサッカーにもちょっとずつ絡めつつ、サッカーやってたんで、僕は下手そう。サッカーはあんまりセンスない方なんで、ちょっとバレないように今日頑張ろうと。いや、それはね、自分がセンスないと思ってるだけだから、今日一日でうまくします。頑張ります。まだまだ頑張ります。だからこれがどうなるかね。そう、はい、一回これ入って、はい、了解です。君がいつも目に入ってくるんだ、優しくて嬉しくて複雑で前向きな大きいです。ギリギリだった。ムカつきますよね、この座り方するやつ。これにて本日の撮影すぐ終了になります。ありがとうございます。ありがとうございます。青春の一面を撮らせていただきましたけど、めっちゃ汗かきました。、まあ、シュートのエンディングテーマということで、うん、まあ、サッカーが題材ですけど、いつきなんかすごくこう学生時代もサッカー触れてきてね、僕なんかちょっとあんまりサッカーはやってこなかったですけど、やっぱこの学生の時ならではの暑さみたいなの部分もこの MV でちょっと出せたらいいなと思って今日やらせていただいたので、爽やかな汗が映像に散りばめられてると思うので、書いてるし、目を凝らしてみてください。ライバルスもたくさん聞いてください。はい、以上、終わった、忘れました。終わった、無理やり無理やり終わった。ありがとうございました。